つけ。最近話題の漫画で、いじめの加害者である子供が、家庭では強毒親に苦しめられ追い詰められていた、という展開があったので思い出した、小学生時代の話。自分のクラスには、いじめっ子のエータがいた。エータは気に入らないことがあると、クラスメイトの髪の毛を掴んで金網フェンスに何度も叩きつけたり、首を絞めたり腹を殴ったり、横暴の限りを尽くしていた。クラスで一番体格も良く、柔道を習っていたとかで腕っぷしも強く、誰も逆らえなかった。自分も女子ながら背は高かったので最初は暴力を止めようとしてたけど、集中攻撃を食らうようになって怖くて逆らえなくなった。当時の担任教師が妊婦で早退が多く、子供たちだけの自習時間が多いのもあだとなって、エータはエスカレート。自分の持ち物がなくなった。このクラスに盗んだ奴がいるに違いない。お前ら並べ、目を見れば誰が盗んだかわかるんだ。と、教室に並ばされて一人ずつ睨みつけられたりした。光景を想像すると馬鹿らしく思えるかもしれないけど、逆らえば殴られるからみんな従ってた。幸い、隣のクラスの担任が静かすぎると様子を見に来てくれて解散になったけど、そんな出来事が何度もあった。子供やその保護者が担任に相談することもあったけど、担任があまり深刻に捉えていないのか、呼び出されてエータと握手させられ、はい、これで仲直りね、で終わるだけ。だけど、学校に行きたくないと言い出す子や、メガネを壊される子も出てきて、被害が集中してた数名の保護者が集まって、校長と学年主任、担任を交えてエータ母と話し合いをすることに。何があったのか当時は聞かされなかったけど、母から、もう安心していいから、とだけ言われた。被害集中組は翌年からエータとクラスが分けられ、エータ自身も徐々に落ち着いて以前ほど問題を起こさなくなった。10年ほど経ち、自分が教育関係の職に携わることが決まった時、母から実は、とあの時のことを聞かされた。話し合いに現れたエータ母は、初っ端から先生や保護者が口を挟む間もないマシンガントーク。うちのエータが問題を起こしたって、そんなはずはない。だって我が家ではきちんとしたしつけをしてるんだから。と自慢のように語り始めたしつけの内容を聞いて、母はゾッとしたという。クラスの子供たちがさらされていた暴言や暴力は、エータがエータ両親から、しつけとして受けていた仕打ちそのままだと悟ったから。成績が悪かったり歯向かったりしたら、一晩中立たせてトイレも食事も許さず叱責、殴る蹴るは当たり前、首を絞めることもある。エータ父が格闘技をやってて死なないラインがわかるとか。甘い言葉は絶対かけず、常に厳しい態度で接して、心を強くして向上心を培うんだとか。この母親に何を言ったとて、家に帰った後でエータがボコボコにされて、結果的にクラスでの状況も悪化する未来しか想像できなかったから、先生も保護者も何も言えず。その日は解散となり、後日。今回特にひどい被害を受けていた子は、来年エータと別クラスになるよう調整する。エータ本人については学校側から対応をさせてほしい。と連絡があり、みんなひとまずその内容で納得。戦術したように、実際にその通りになった。エータは、校長が親身に寄り添って話を聞いたり優しく声かけしたり、詳細はわからないけどエータ両親と粘り強く話し合ったりして、エータは1年ほどで落ち着いてあまり問題も起こさなくなった。母曰く、多分、エータ君の暴言暴力は本人に悪意があるというより、それしかコミュニケーションの方法を知らなかったんだと思う。そういう意味ではエータは被害者。でも、当時殴られたりひどいことを言われたりして傷ついてたあなたにはそんな事情関係ないし、だから許してやれなんて言うつもりも毛頭なかった。けど、大人になったあなたが子供に関わる職業に就くなら、エータ君みたいな子もいるって知ってほしかったから、話そうと思った。とのこと。ちなみに、エータとは別々の中学に進んだため、小学校卒業後の動向はわからない。冒頭の漫画の話に戻るけど、九段のいじめっ子はその後撲殺されるんだ。で、漫画アプリのコメント欄に。どんな事情があれ、いじめっ子は死んで当然、スカッとした。家庭環境が悪い？甘えるな。なんてコメントを見つけて、別にいじめっ子をかばうわけでもないんだけど、エータのことを思い出してしまった。お似合い夫婦。
ちょっと前に変なメール来たよ。職場で私を見染めた A。上司を通して一度会ってみないか、と持ちかけられる。一度は断ったものの。どうしても諦められないと言っている。俺の顔を立ててくれ。みたいな流れで会うことに。会った印象は、小心者で潔癖そう。大して話も弾まなかったが、そろそろお開きかという雰囲気の時に A が言った。俺、田舎に婚約者がいるんだよね。へえ、そうですか。お幸せに。上司にも、A さん、婚約者いるって言ってましたよ、と報告。へえ？って顔していたけれど、とにかくそれでおしまい。だと思っていたら、来たメール。一通目。俺、結婚したんだ。どうしても君に、それを伝えたくて。意味わからん、スルー。二通目。君の気持ちが今でも俺にあるなら、素直に言ってくれていいんだよ。すぐに迎えに行くから。気持ち悪い、返信。縁あって結ばれた奥様を大切にしてあげてください。私はこれっぽっちも A さんには気持ちはありませんから、どうぞどうぞ、お気になさらず。三通目。無理をさせてすまない。けなげに身を引くと言ってくれる君はきっと泣いているだろうね。やっぱり君には俺しかいない。必ず迎えに行くよ。マジ怖え。これは突？襲撃？予告なのか？と思ったので上司に相談。上司がゴルアしたらそれっきりになった。小心者でよかった。こういうのを恋愛妄想っていうのかね。このメールの時はどうだったのかわかりませんが、A は一応は今、本当に結婚しているようです。ただ結婚式などは特になく、気がついたら A の家に女の人が増えていたという感じのようです。この奥さんがちょっとエキセントリックな方のようで、事務所の前で仕事が終わるまで A を待ってたり、深夜に会社の周りを徘徊してたり、終了時間中に数分おきに何度も電話かけてきたり、結構問題になってるみたい。A は、押し付けられたんだ。家のしがらみで、親同士の取り決めで。みたいなことを同僚にぐちぐちぐちって、俺にはもっとふさわしい女がいたんだ。とか叫んでたらしいです。奥さんは奥さんの方で、結婚前に A が浮気した。そのせいで私はいつも不安。A から目が離せない。と気候の理由を語っていたらしいです。A の言うふさわしい女と、奥さんの言う結婚前の浮気相手が私でないことをただただ祈るのみですが、奥さん、この間ちらっと見かけたらお腹が大きくなってたんですよね。なんだかんだ言っても仲良くやってるなら、このまま何事もなく落ち着いてくれるんじゃないかと思っています。奥さんは A がいなかったら生きていけない、というくらい A が好きらしいので、もしかしたら依存してるだけかもしれませんが。広い新居。新婚旅行から帰ったら 4LDK の新居に、義両親無職、義兄無職、義妹無職の4人が出迎えてくれた。夫婦の寝室とリビング以外は全部占拠されてた。怖くなった私はその日のうちに実家に帰った。二人の新居としては広いなぁと思ってはいたが、こういうサプライズが用意されてたとは。両親に事情を話して離婚する決意。私にたかる気満々。黙っていた夫も信用できない。似てる。数年前、生涯独身のおばが亡くなった。おばの家はおじの名義になったんだけど、誰も住むことなく空き家。私がその空き家から遠くない大学に進学が決まったので、おじがそこに住んで大学に通っていいよと言ってくれた。人が住んでないと荒れる一方だし、手入れしてくれればそれだけでいいからと言われ、ありがたく住むことにしました。新生活が始まって数ヶ月した頃、知らないおじさんが訪ねてきました。歳は60代前半くらい？以下 A とします。A はおばの生前の知人だったそうで、久々に通りかかったら家に明かりがついているのでびっくりしたそう。私は名なんです、と挨拶し。そういえば似てるね。よく言われます、なんて会話を交わし、A は帰って行った。だが翌日から毎日来る A。最初はおばの仏壇にお線香をあげさせてほしいとか、まともだったんだけど、そのうち夕食の時間まで粘って一緒に食べようとしてきたり。若い人はこういうのが好きなんでしょ？と服を買ってきたり、友達から電話がかかってきて私が取ると不機嫌になったりするようになって、だんだんなんだか相手するのが嫌になっていきました。
A はその年齢にして別れてないっていうか、推しが強くて油切った感じで、最初はおばの知人だしと思ってほぼ毎日家にあげてた。お線香あげたいって言われると断れなかったし。イルス使ってもしつこくピンポンするしで、私はバイトを始めて家になるべくいないようにしました。でも暗くなってバイトから帰ってくると、家の前にうろうろしてる A が、結局その日は友達の家に泊まった。おじに連絡して、せっかく好意で住まわせてもらってるのに申し訳ないが、おかしなおじさんに付きまとわれるようになったから引っ越そうと思う、というと、おじさんはびっくりした様子で、それはひょっとしてこれこれこういう容姿の人じゃないか。と、それは A の特徴にそっくりでした。おじが言うには A はおばの生前、おばのストーカーだったそう。警察沙汰にもなったことがあるらしい。でもおばはもう亡くなったし、まさか10代の娘は守備範囲じゃないだろうと思って油断してたということでした。おじは仕事で来られないので、早速おじの一人息子を派遣すると言ってもらいました。翌日、いとこ来訪。家にいると外がガサガサして、ピンポンが始まった。A だ、と思い、いとこに撃退してもらおうと玄関に出てもらった。逆効果でした。どこがいるのかと激怒する A。チェーンはしてたけど、ペンチみたいなものでチェーンを切ろうとする。いとこはパニックってあわあわするだけ。役立たず。私は、入るな入るな入るなぁ、警察呼ぶ警察警察警察、と叫びながら、ドアを閉めようとガッチャンガッチャンしていた。ドアの隙間に A が靴の先を挟んで閉まらないようにしてたから、靴先ごと潰してやらーと思って、ガツンガツン開閉してやった。警察は結局いとこが呼んだ。警察に連れて行かれた A は、自分と私子は正式に交際している。と言い張っていたようでしたが、年齢が違いすぎることや接点がないことや、おばへの過去のストーカー行為が明るみに出たおかげで、誰も A を信用しませんでした。その後私は直接 A と接触することなく、おじに対応を任せました。私はおばの家を引っ越してアパートへ。おばの家は残念ながら取り壊しになりました。その後、おじの住所方、私子様宛てに手紙が届いたそうです。当時は見せてもらえなかったけど、もうほとぼりも冷めたしいいだろうといとこが見せてくれた。あなたと結ばれる、一夜限りの許されぬ夢を見た。夢見たことが罪なのか。もしも許されるなら、鳥になってあなたの元へ飛んで行きたい。とか全編演歌チックなポエムでした。いとこんちのゴミ箱に捨ててきました。